おお、美味しそうですね。あ、ちょっと待ってください。塩の使い方が多すぎませんか？私たちはうっかりすると1日でこんなに塩分を取ることがあるんですが、これぐらいで十分なんです。塩分の取りすぎは高血圧の原因となります。脳卒中や心臓病を予防するには日頃から塩分を控えめにしなくてはいけません。奥さん、お塩のさじ加減考えてみてください。